そして南サボ県バスで向かいましたね。こんな風にね、ここもね、湖の真ん中にあるよね、ようなね、そんな地形の街並みでございます。ここもね、結構ね、湖的なものがね、多くある場所でございます。ちょっと夕暮れっぽくなってきております。サボンニンナというところでございます。美味しそうですね、本当に。サフランライス的な、お肉的な。ちょっと行列みたいなのがあってね、みんなね、なんか お城の中に入ってきましたね。なんかイベントがあったようで、僕は中に入ることはできませんでしたけどね、なんかオペラ的なね、声が聞こえておりました。なんかね、イベントのようでございましたね。次の日の朝でございます。安宿、おそらくね、ユースホステルだったような気がするんですけどもね。歩いて駅に向かっております。まぶしい日差しでございます。ちょっとね、映像が乱れておりますが、列車に乗り込みました。早くから サバンディンナという駅でございます。ちょっと支線を走ってから本線みたいなところに入って、そしてロシアとの国境沿いをね、ずっとね、南西の方向にずっと進んでいって、ヘルシンキの駅に向かうというね、そういう支線からね、本線のね、列車に乗り換えるね、ロシアにも近い南カルヤラ県の中にあるパリッカラというところですね。ここに寄ったわけでございます。パリッカラという駅でございます。この先ね、ちょっとね、ずっとね、映像が乱れまくりますよ。ちょっとね、古いね、8ミリビデオの映像でね、もうね、このね、劣化したね、美味しそうなサンドイッチでございます。ハムとね、パプリカとかですよね。ミネラルウォーターはね、ちょっと炭酸系が入っていて、ちょっと苦いやつですね。マグネシウム系でございますね。そして南カルヤラ、ロシアとの国境沿いをね、移動してキュメンラクソ、パイアートハメなんかを通って、カンターハメを通っていきますね。そしてウーシーマーのヘルシンキに戻っていきます。香水っていうんでしょうかね。この先ね、本当にね、このビデオの映像が乱れまくります。もうこういうね、乱れた、ね、映像しか残っていないのでございますね。で、列車に乗ってね、このね、風景の向こう側はね、もう本当にロシアとの国境の本当際みたいなところを通っていきます。外はいい天気でね。で、ヘルシンキに戻ってきましたね。ヘルシンキ、フィンランドの首都でございます。こんな陸地のある街並みでございます。ヘルシンキ中央駅に戻ってきました。駅に到着いたします。本当にね、このね、
この画像しかもう残っていないんですよ。本当はカットしたいところなんですけどもね、貴重な映像なんですよ。ヘルシンキの街にはね、路面電車がね走って、お美味しそうなホットドッグ系ですよね。そして港にやってきましたよ。お昼でございます。この日は港からどこかに行くようでございますよ。こんな感じでフィンランドを縦に往復縦断してきましたね。そして船に乗ってタリンに、エストニアのタリンに向かいますよ。タリンで日帰り旅行でございます。シリアラインって書いてあるんですよ。セイディジャーラインかな、わかんないけど。ちょっと高速船っぽいような、そういう船だったのでしょうかね。そして船に乗ってでエストニアのタリンにたどり着いたかな。タリンはね、こんな風にね、船でねフィンランドから行けるんですよ。ハリュー県というね県の中にタリンがあります。エストニアという国の中にタリンがあります。タリン、エストニアでございます。拡大するとこんな感じですね。こんな感じでございます。ここはですね、対岸のね、なんだっけな、バルト三国の一番北のね、エストニアでございます。エストニアのタリンというね港町にやってきましたよ。エストニアのタリンでございます。なんか列車みたいなのが今走ってましたよ。丸っこい、なんですかこれ、塔ですかね、太った塔ですね。なんか倉庫っぽいような。動画の説明をします。何度か分ねまとめて紹介いたします。よちつまのヨーロッパ旅録の1999年の7月8月に行った旅の紹介でございます。今回はですね、イギリスまで行ってで、フィンランド、そしてフィンランドからノルウェー、またフィンランドに戻ってきて、エストニアにちょっとだけ行って、そしてイギリスに戻ってくるという1、2、3、4カ国の旅ということになりますね。まずは成田からね、14カ国目のヒースロー空港、イングランドのロンドンのヒースロー空港に行きましたね。で、一旦市内に行ってからまた次の日ヒースロー空港に行って、フィンランドのヘルシンキのヘルシンキマルミ空港に行きました。フィンランドは初めてで34カ国目でございます。で、列車に乗りまして、ヘルシンキの駅から列車に乗ってで、パシュラ、ヘルシンキがウーシーマー県にありますね。パシュラというところも通って、そしてカンターハメのリーヒーマキハメンリンナというところを通って、ピルカンマー県に入っていきます。そして南ホフヤンマーのセイナヨキ、そしてポフヤンマー県、中央ポフヤンマー県のポッコラ、北ホフヤンマーのユリビエスカ、そしてオウルを通っていきます。そしてラップランドに入っていってケミを通ってロバミエミで降りますね。サンタさんの村でございます。で、バスに乗り換えて北上して、ラップランドを北上してソダンキュラ、イナリを通って、ここからノルウェーに入っていきます。ノルウェーは21カ国空名、前にも来たことあります。このトロムスオフィンマルクっていう県はね、以前ねナルビックに行った時も行った県でございます。で、バスがそのままノルカップという岬まで行って観光して、また折り返して同じところを通って、ノルウェーの
カラショク、フィンランドのラップランドのイナリ・ソダンキュラ・ロバニエミケミケミで止まったかな、オールだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、この辺で止まります。多分ケミだったと思うので、ケミから列車に乗って北ポフヤンマーのオール、ここで乗り換えたかもしれないな。列車に乗ってカイヌーのカヤーニというところ、北サボのクオピオバで行って止まりましたね。そして次の日列車に乗ってカル、バルカウスっていうところまで行ってバスに乗り換えて南サボのサボンリンナっていうところに行きましたね。次の日列車に乗ってロシアの近くの南カルヤーラ県のパリッカラから列車に乗ってですね、イマトラ、ヨーボラ、ヨーボラっていうのがキュメンラクソ県、パイアトハメのラフティ、カンターハメのリーヒーマキで、ウーシーマー県のパシア、そしてヘルシンキに戻ってきました。そして、タリン、ここはですね、ハリュー県っていうのは、ここはね、エストニアに船で日帰り旅行ですね。エストニアが、初めて来て35カ国目ですね。で、その日の夜のうちに、フィンランドのウーシーマー県のヘルシンキに戻って泊まる。次の日、列車に乗ってですね、南西スオミ県のツルクっていうところ行ったんですね。で、その日の次は、ビルカンマー県のタンペレ、一回列車で通り過ぎた町なんですけど、ここにもう一回行ってここで止まるんですね。で、その次なんですけど、ね、ここにね入るんだよね。ここにね、このヘルシンキから列車に乗ってで、この2つの駅がね入るんだよな。ヘルシンキとタンペレの間にこの駅が存在しているんですよ。ここですね。ここにこれが入ります。順番が逆なんですよ。切り取り。あ、ちょっと変。ちょっと変な感じになったな。やめればよかったな。ちょっと変な感じになったので、ここだ、ここに入るんだな。あー、めんどくさいことをしちゃったな、ごめんなさいね皆さん。この3つがですね、この3つが、ここに入るんだな。あー、また変な感じになったね。で、これを切り取ってここに入る。あー、変な感じになったな。うーん、何をやりたいんですか、あなたは。切り取り。
ここに入る。で、これが切り取り。で、ここに入る。これでなりました。タンペレっていう ところからヘルシンキに戻ったんですけど、ここはね、反対方向に列車で乗ったことのある区間でね、この間に3つの場所を通ったので、編集したんですけどね。で、タンペレからヘルシンキに戻って飛行機に乗ってロンドンのヒースロー空港に行ってですね、ヒースロー空港から市内のパーディントンという駅に行ったんですね。パーディントン。パーディントン、イングランドでございます。こっから夜行列車に乗ったんじゃないかなと思うんですけども、夜行列車がだからですね、パーク社のレディングを通って、そしてイングランドの中のサウスウエストイングランドに入っていきますね。サマセットというところにあるトートンという駅を経てですね、デボンのエクセター、ニューアボット、そしてここのプリマスというところを通っていきます。プリマスの駅を出るとね、なんか大きな橋を渡ったような感じですね。で、コーンウォールっていうところに入っていって、ディスカード、ボドミン、ロストウィージエイ、パー、セントオーステル、トルーロー、レッドルース、カムボーン、セントエス、ペンザンスまで行くわけですね。そして列車、バスに乗って岬まで行くんですね。ランズエンド。そして観光してから引き返して同じところずっと戻っていくわけですね。デボンっていうところを通っていって、これトートンっていうところまで同じところを引き返して、この辺から分かれてブリッジウォーターっていうところを通って、ウエストンスーパーメアっていうところを通って、ブリストンっていう大きな町を通って、で、こっからね、イングランドからウェールズに入っていくんですね。ウェールズに入っていくのは2回目くらいですね。アイルランドから戻ってきた時に通っております。で、ニューポートを通ってカーディフで泊まって、次の日ね、また列車に乗ってニューポートを通って、列車でね、ここからイングランドかな。イングランドに入っていって、ウエストミッドランズっていうイングランドの中の地域を通っていくんですね。ヘレフォード社のヘリフォード、シュロップ社のクレイブンアームス、シュロットプ社のシュールベリーズベリー、チェシャーっていうところに入っていくんですけど、このクルーっていうのも以前行ったところのある場所で、アイルランドの方からね、ロンドンに行くときに乗り換えた朝早朝に日曜日だったか、全然なんかまあ思い出深いところなんですけどね。で、ここへ乗り換えて、ウォリントン、そしてランカッシャーのプレーストン、ランカスター、カンブリアのペンディス、カーライル。で、そしてエジンバラに行って泊まるんですね。スコットランドでございます、ここ。スコットランド、ローランド地方、ローティアン。そして次の日ね、グラスゴーで乗り換えて、マレーグっていうところに行くんですね。マレーグからハイランドっていう地域に入って、スコットランドの中にあるハイランドでございます。そして船に乗ってスカイ島に渡っていきます。アーマーディルね。で、バスに乗ってブロードフォード。
そしてレンタカーを借りて一周しましたね。一周かどうかわからないですけど、島を回りました。で、早朝ね、レンタカーを返して、カイル・オブ・ロカルシュ、カイル・オブ・ロカルシュ、駅までバスで行って列車に乗ります。スコットランドの北部でございますね。ハイランドでございます。で、インパネスという以前来たことがあるところ、イッシー、イッシー、なんだっけ、ネッシー、ネッシーのところですね。で、列車を乗り換えて、グランピア、イングラン、スコットランドの中にあるグランピアンっていうところのアバディーンっていうところに行ったんですね。そして夜行列車に乗ってロンドンに戻ってきて、ヒースロー空港からナイターに戻っていくという感じでございますね。